3、2、1、オープン。ではでは、見て、めちゃくちゃうまそうに仕上がってる。はい、マイラクボーでございます。ということで、本日も楽しく鍋やっていきましょうか。ということで、まだまだ鍋でございますわ。ということでね、一応ね、まあまあ、今日、ちょっと待って、先見ていこう。いや、もうキンキンに凍ったね、これ、グラス。ということで、楽しみですな。ということで、まずはね、ビールで乾杯いってみましょう。皆様、本日もお疲れ様でございました。ではでは、乾杯でございます。いやー、うまいね。うん。そうで、今日は何の鍋やねん言うたら、今ちょっと沸騰しすぎやからあれやけど、あのね、ラーメン鍋、今日何やねん言うたらね、これ、あの前に行ったやん、一風堂さんって行ったやんか、ラーメン屋さん。一風堂さんのね、このなんていうの、麺つゆがまたこれ、大将さんから出てんねん。あのね、最近行ったらね、あの、お出汁コーナーに、ラーメン店のね、その麺つゆ、いや、麺つゆちゃうわ、ラーメン店のお出汁の鍋、これ結構多い。うわ、ええー、香り。で、今日は、この一風堂さん。一風堂さんで、鍋というんか、うん、野菜たっぷり巨大なラーメン。これを作って晩酌していこうもんで、しばらくお付き合いください。ということでね、今日の食材。肉これたっぷり。これ2パック、もう固めだった。こんな山盛りになった。こんな学校のこれ、豚肉でございます。細切れね。それと、ちょっと待って、これ直後。で、野菜。今日も野菜たっぷり、こんな格好でございます。でっかい椎茸売っちょりましたー。ということで、今日は椎茸がね、安かったわ、これ。うん、これ大きいでー。ほら見てみて、ほらこんな大きいから、ほらほらほら、こんな大きい、こんな大きいで、顔の横に持ってても小さいわな。ということで、ちょっと待って、これほんならこっち置いて、で、おうおう、ちょっと待って、あの、いこってきたい。ということでね、一応前菜、お安く、この、なんて、大根の煮物がうっちょりましたー。うっちょりましたーって、お前どこの言葉やねん。あ、ちょ、ビール入ってない。ちょっと待って、ビール。よし、ビール。ビールを回せーで。なあ、この、何の、口ずさむ音は、あの、何の、音、歌。なんかこう、ワンパターン化してくるな。ということで、いただきます。うん。切り干し大根。商品名が出てきへんかった。うん、久しぶりに食べた切り干し大根、うまいな。うん、甘っ。うん、おいでビール。うまいね。ということで、早速やっていこう。もうね、ええ感じで沸騰してるんで、ちょっとこれ開けるわ。パカッと開けて、で、どうする、これ普通の鍋やったらもう麺とかさ、あとやね、一応ラーメンあんねん、ここにね、ラーメン。だからどうかな、もう出来上がった時にラーメンできて、ラーメンはでも後の方がええか。ということは、まず煮込まなあかんのは、なんや、肉やな。肉からいこう。まずは肉、肉をちょこっと煮込んで野菜入れようかい。どっちがええ、野菜入れても一緒か。うまいよ。ちょっと待って、さっき肉せやな。いや、ちょっと待って、やっぱり野菜からいこう。野菜からいこう。野菜、このでかいのはちょっとこう、どけと吹いてやな。どけとで、このね、白菜、今日は白菜でございます。これ前はね、キャベツかなんかでやったか知らんけど、これちょっとガバッと入れよう。ガバッとまず入れるね。この何の野菜ラーメンあるやんか、野菜ラーメンの一風堂さんで、その野菜ラーメンなんかないもんな。だからこれでちょっと彩りもあるから、こういう人参とか、キクナとかはもう最後やわな。だからこういうの入れて、で、ちょっと、こういう、これ上乗せようか。で、ここに肉乗せよう。たっぷりの肉、見てこれ、肉。肉の塊やで。よっしゃ、こんな感じでいこうか。これな、よっしゃ。よっしゃ。ちょっと待って。ちょっと、どのぐらい入れる？肉はでもな、たっぷり入れる方がええしな。で、ちょっと、とせやな、沸騰しかかってきた頃に、もうええか、もう入れてまおうか。もうここらちょっと、もうこうたっぷり入れて、ほんでちょっと待ってよ、麺、あ、ちょっと待って、椎茸忘れてたよ、椎茸。もうこの麺もちょっと入れてまおう。ちょっとだから、このちょっとこう間こう開けて、で、麺ね、これラーメンの太麺、
太麺をこう持ってきました。ようでね、ちょっとこれ固めの麺ですわ。うん、そうでね、よっしゃ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 。ほんで上にこう野菜持ってくる。野菜持ってきて、肉持ってきてね、よっしゃ。でここに椎茸入れが、椎茸もちょこっとこうパカッとこうインパクトあるようにしといて、ちょっとあんまあれやな、椎茸入れたらあんまインパクトなくなるな。ちょっと待って、これ沈みよ。なんか椎茸君出てきすぎたら、ちょっとあなたあの傘がでかいから、ちょっと待って、よし、これまでやろう。沈めとこ沈めとこ、椎茸君な、椎茸君、よしよし、ちょっとこう顔が出るようにしといて、椎茸君、よし、これでやろう。これでやな、肉もこうこの辺でこうやっといて、これできるんかしら、ほんまにちゃんとねえ、ええ感じで、よっしゃ。これでネギ、あ、このちょっとブルーのやつ、ブルーブルーブルー、この辺ちょっとこうやっとこうか、よっしゃよっしゃ。これでちょっと蓋して置いとこう、よっしゃ。これでええ感じや、ほんまにできるんかわからんけど、いやね、その間にな、切り干したいけど、うん、このでもさ、ラーメンの出汁で食べたらさ、まずいわけないやん、うまいに決まったらいい。でも、でも完全に今日はもうこれでいったろう、思ったこ、うん、うん、ビール、ああ、うまいな、楽しみやな。ねえ、サウナって言うから、これだからちょこちょこ鍋やってるけど、何よ、前までね、あんまりこんななかったん。ほんま今日見たらね、これ最後やってん、最後、あの2パック買って、で、一風堂さん買うてんけどね、残りなかったから多分大人気やと思うやで。で、他にもね、ラーメンのタレとか、ラーメンのタレって生っとんねん、ラーメンのその、キューブ、鍋キューブみたいなのあってんけど、鍋キューブのはね、値段が高かってん、で、これ結構安かってんけれども、だから多分大人気やと思うねん。前までね、多分なかった、鍋したでしょ、やした、明日ってなんで、明日鍋コーナー行ってみ、ラーメンのそのお出汁をベースにしたやつ売ってるわ、うん、これ多分人気やと思うで、な、早いから降りてんで、なんでこっちゃうの、お前に言われてもわかるわーって、いただきます。うん、うまい、うまいな、これでいい、あー、うまい、ビール取ってきます。ということでビール取ってきました。またまたプシュッと開けて入れましょうか。チャラッと入れて、ええ感じでございますな、ええ感じ、ええ感じ、ねえ、ええ感じで、なんか鍋もプクプク言うてきたぞ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとだけ、ちょっとオープンしようか、いくで、ちょっとオープンして、この上が使ってない、ちょっと待って、使ってないから、ちょっとこのつけますね。で、これちょっと肉類もちょっと混ぜておこうか、こういう感じでちょっと混ぜておく。ほら、ええ感じちゃうん、これ。ほいで、ちょっと待てよ、ほいで、ここにこのネギ、ネギをちょっとこう踏んねん、こうこうこう、ほいで、これでもう一煮立ちさせよう。ほんまにできない、ネギ入れんのちょっと早すぎたから、ちょっとこれで待っとこう。もうプクプク言うてええ感じじゃん、ぼちぼち行こうか、行くで、3、2、1、オープン。でやでや、見て、めちゃくちゃうまそうに仕上がってる。このネギのテカリもすごいし、お肉もうまそう、このお出汁めちゃくちゃうまそうやな、これ。ちょっと待って、早速見とこ、見とこ、ほら、ちょっと待って、ほれ、うわー、この何よ、イコリ具合、イコリ具合って言うから、ほら、ちょっと待って、肉も入ってあるし、で、これもちろんラーメンやろ、ラーメン入ったら、麺入ったら、ほらほらほら、ほれ、ちょっとね、麺少なかった、まあでもええわ、ちょ待って、ちょ待って、ちょ待って、まずは、まずはこれやっぱりお肉いただこう、ちょっと待って、肉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 と、で、こうスープね、スープスープ、スープ、まずちょっと待って、まずスープいただくわ、スープいただきます。あー、なるほどな、懐かしいな、ちょっと前に一風堂さん行ったけど、一風堂さんのラーメンの味や、ラーメンの味っていうか、うん、豚骨の味やわ。
そのそこまでの濃厚豚骨じゃないんやけれども、ええ感じやな。うん、ちょっと待って、お肉の先いただこう。お肉お肉、しゃ、いただきます。うん、細切れの肉やから、この何の脂身と赤身のバランスがナイスガイよ。おいしい。うん、ええ感じやな。で、ちょっと待てよ、ちょっと混ぜようか。よっしゃ、ぐにゃっとこう持ち上げて、せっかくやからさ、あんた麺入れたんやから、あれ、ラーメンどこ行った？ラーメンあった、ラーメン、この辺や、ラーメン、ほら見て、ラーメンありました。ちょっと待って、箸邪魔やって。ラーメンありまして、野菜も乗ってます。よし、よっしゃー、うわー、うまっすやろこれ。ええー、感じ。肉にラーメンね、普通なんでやろ、締め、鍋の締め言ったら麺やけど、このね、今日はもうラーメンだしで使ってるから、もうラーメン、麺がなかったらやっぱりな、主役が半減するやんか。ようでいっときましょう、いっときましょう。ラーメンでございます。うん、これコシが出てるわ。あ、でもそやな、言われてみたら野菜の水分がちょっと出てるから、だしがちょっと薄まるかも分からへんな。うん、うん、うん、やっぱり鍋うまいな。めめ、あー、うまー。うん、そうか、鍋な、どういう鍋にしようかなって前取って、ほんでこのラーメンのだし見つけた瞬間に、あー今日はこれやと思って決めてもらった。うん、うまい。うん、そう言ったら、あれどこやったっけ、天一さんやったかな、天下一品さんね、見た時にこのスープで鍋やったらうまいなって思ったことあってん、昔。そうやそうや、でラーメンのスープな、ええー、な、売ってないかなとか思っとって、ずーっとね、あの思っとってね、ずーっと、うん、これで今日たまたま見た、あ、ラーメンのスープや、これはいけるとか思って、似てるってどういう意味や。うん、ラーメン、ええ感じやな。うん、うまい、うまい。一風堂さんのラーメンってね、一回だけ動画上がってませんか、食べたけど、そんなにその野菜とかむちゃくちゃ入ってるあれじゃないもんな。うん、だからこういう鍋本来普通食べられへんはずやん。うん、あの、ただ全くその一風堂さんのそのあのタレ、あのだしと一緒かどうかはそれは知らんよ、それは知らんで、あのね、ただ単にその、なんていうの、提携してはしてはってやってるだけなんかも分からへんけれども、まあさっきのそこまでの絶妙の舌は私持ってないから、あの、大体味が似とったら、うん、うまいと思うねん。どういう意味やねん。うん、なんせうまかったらええでいうことや。うん、うん、うまい。ではでは、入れましょう。このでかいバカしいたけ、これとバカしいたけでかいな。これでこのに、やっぱり肉と麺は最高やな。あちゃちゃちゃ、熱いって、熱いがな、おいおい。で、ちょっともう麺ないぞ、ちょっと待って、さっきちょっとこう揚げとこう、揚げてもう一人に出しさせようか。熱いの、熱い。麺おった、麺おった。これちょっと揚げとかんとな、もうやらかなりすぎてん。ちょっと待って、落ちる、ちゃんと入る、入った、山盛りだったやんか、これどうする、もうええか。そう、麺、よいしょ、麺、よし、麺って何言うてんねん、お前は何を言うとんねんとか、叫ぶな、ボケとか言って、ちょっと待って、
で、取れ外れへんけど、あちゃ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 で、お出汁入れて、お出汁入れんのいいんやけど、で、ちょっと待って、入れて、で、もうあの麺の残り入れてもらう、ちょっと待って、手で持ったらもう、あの油っぽいから、ちょっと待って、麺も全部入れるわ、全部もうこれで入りました。はい、麺入れて、ちょっと待って、次もう一回作ろうか。で、この椎茸とかはもうな、やっぱり後やと思うねん。で、この野菜な、野菜をもうガーッと取って、この上に並べたろ。よっしゃ、ちょっと待って、ガバッと取って、ちょっとこれで、ちょっと、できるかな、これ。ほいで、この余ったところに、肉入れよう、肉。肉ちょっとこうな。これいける？入れすぎじゃん、また。お前入れすぎやねボケーとか言われてたからな、こんなもんか。これだいぶよっしゃええ感じが、よしこれでちょっと沸騰させようや、ちょっと沸騰とこであった、これでちょっと沸騰させよう、煮立たせよう、よっしゃよっしゃよっしゃ、これで煮立たせよう、ということで私はこれをいただく。うまい、うん、だからいつもの鍋とは違うね、ちょっとあの何の今日はあえて豆腐買えへんかってん、なんでやねんたらラーメンの出汁での鍋やから豆腐とかはどうかなとか思って、やっぱり野菜たっぷり、まあ野菜あの何の一風堂さんは野菜入ってないからどうかなと思うけど、でもやっぱりね鍋言うたら野菜やん、だから野菜入れて、ね、肉はたっぷり、これもなビールで、牛肉高いし、だいたいラーメンで豚やんか、だから豚肉いったらこれでいいね、細切れいいから安いね、奥さん何言うとねお前あーちょっと待って最近な、でもさ、買い物とかな、ちょこちょこ行っとったらその値段の良し悪しっていうか、高い安いで敏感になるよねなあ、お父さんとか行くっていうか行けへん人はあれか知らんけど、うん、でもスーパーの値段には敏感になるくせに、そのスーパーより値段の高いコンビニにもちょくちょく行くからな。だからお前どうやねんいう話だけど、コンビニさんの方が高いの決まったのよ、そんなんな、それがコンビニさんの宿命っていうかね、商売やからな、しゃあねん、熱いなせやけどこれ、うん、うん、ほんまラーメンの出汁、出汁出るな、大体僕さちゃんこ鍋とかさちょいちょいやってるやん、やってるけどやっぱ物足らんからついついそのポン酢持ってきたり何のごまだれ持ってきたりするけど、このラーメンの出汁これ結構濃厚っていうか、その何の鍋料理にしてみたら結構何ていうの濃い味やから、ねえうまい、でもな逆にその濃い味やからそうそう食べられへんのかもわからんけどな、うん、でもうまいわ、うん、これ僕ラーメンの出汁で鍋するの初めてやるんで、うん、うん、一風堂さんな懐かしいね、まだよかった動画見て一回だけあげてね初めて一風堂さんに行ってみたとか言ってでいっぱいコメント来て、今更何言うてねボケーとかすいません、うん、野菜たっぷりで、ちょっと待ってこれ出てきた、バカ、え巨大椎茸、ほら出てきた、でっかい椎茸出てきましたね、これよっしゃ走って差し上げよう、うん、うん、味がしゅんどるな君、うん、うまい、うん、うん、あくこれビール、もう行こうといいだろ、ほらちょっと待って、ちょっと待って、そう、先あげるで、ちょっと待って、ほら見て、ええ感じでできてんちゃうこれ、
これよ、ほらほら、ここらの肉もほら、ええ感じやしさ、ちょっとこうほぐしとこうか、肉ほぐしとかなあかんもんな、肉ほぐしといて、ちょっと待って、肉をほぐしてほぐして、で、ちょっともっと戻して、こんなもんでいける？で、ここに、で、ここにや、ここにバカシイタケ、バカシイタケこれ埋める、埋めとこう、よし、これ、君入れへんわ、君他の人に迷惑やわ、あの、やっぱりさ、こういう人、電車乗ったらおるやんでっかい荷物持ってる人、どういう意味やねんあの、うん、あの、迷惑やからな、ちょっと縮んで縮んで、よっしゃ、で、ここで、なあ、ネギは後やな、よし、このままでいこう、よっしゃ、で、いい感じ、うまいな、これ、ほんまやばい、麺、ええで、うまい、うん、最高やな、ベルベル、あーめえ、うー、しゃっくり出た、ということで、じゃんじゃんいっとこう、いっときましょう、いっときましょう、人参、人参もやらかなったね、人参うまいな、うん、の最近さ、ほんまスーパー行ったらな、あの鍋用の野菜売ってるんですよ、便利やで、便利、まあまあそれは前から言ってんだけど、でもやっぱり最近あの量の多いのとか特盛りとか出てきた、今日特盛り使うてんねん、あのやっぱり鍋の季節だよな、あのまた見てみて、あれはええで、うん、もうええんじゃん、うん、うんうん、やばい、開けよう、3、2、1、オープン、オープン、オープン、見て、ええ感じで、ここにや、ここにネギを振る、ネギをこんな感じで、ほら、見てどうよこれ、ほら、めちゃくちゃうまそうに仕上がってないということで、ええ感じやな、もうちょっと緩めとこうか、ちょっともう緩めといて、で、こちらもいただこう、ええ感じやな、うん、うん、うまい、うん、え、今持ってきたんじゃん、え、ないわ、ないぞ、あの調子よくあのパクパク食うてもらうな、ビルビル、あー、じゃんじゃん行こう、じゃんじゃん行こう、じゃんじゃん行こう、持って、しゃ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 、麺が確かこの中に入ってたよな、どれ、麺入ってます、入ってますね、入ってますな、ほら見て、麺、ラーメンやから、やっぱり麺、麺いるやん、麺、麺、麺、ほらほら、麺引きずり出した、引きずり出すな、ちゅうね、麺を引きずり出して、ほら見て、やっぱり麺、麺な、麺をメインで晩酌ってのもええでしょ、うん、まあラーメン、ラーメンでも晩酌、最近ラーメンで晩酌してないやん、つうかラーメン屋で、そやな、そもそもラーメン屋で、あ、ラーメン屋自体あんま行ってなかったの最近、うん、わあ、麺によう旬取るわこれ、うまっ、うん、ええ感じ、あちゃちゃ熱いって、うまいな、うん、これで肉、うん、うまいわ、そこまでの濃厚豚骨って一応ね、一蘭さん言うてるけれども、一蘭さんちゃうわ一風堂さん言うてるけど、あ、一風堂さんか、そうやな、言われるんだ、一風堂さん言ってないわ、そうやそうやそうや、今もパッと言って思ったわ、前言った一蘭さんや、ラーメンで一風堂さんってのは僕まで行ったことないねん、でもちょいちょい有名やから話には聞くやんか、せやせや、僕勘違いしてるわ、ごめん、あの前行ったのは難波の一蘭さんや、そう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 、一蘭さんや、で、なんでよお前足が一緒やとか言うたんや、最初にとかで、ごめんごめん、もう完全にボケてますまあまあおっさんやから許してくれ、うん、でもそのね、前行ったその一蘭さんや、そうそう、一風堂さんや、一風堂さん行ったことないわ、
行ったことないから分からん、分からんけど、でもうん、やっぱり確かに普通のなんていうの、鍋用のだしとは違うわ、ラーメン用のだしいう感じする、合うもん。ただ気持ち、やっぱり野菜アホほど入れすぎてるから、あの野菜の水分が出るから若干薄まってんねんな。でだから多分もうちょっと本間の一風堂さんは濃い味付けかなとも思うんやけど、そうかそうか、一蘭さんと一風堂さん間違えてました、ごめんなさい。でもね、一風堂さんって僕どこにあるのか知らんけども、行ったことないからね、行ったことないけどちょいちょいニュースとかね、ネットニュースとかでも見るやんか、だからうん、行きたいなとか思っとって、ほんで今日出とったからね、ちょっと待って、これ熱いぞ、しゃあ、ラーメンな、ラーメンには肉やがな、肉、よっしゃ、入れて、あちゃあちゃ、熱いっつうねん、ほら、ラーメンと白菜と、よっしゃ、ラーメンの中でね、野菜がいっぱい入ってるから、もうここ何年、え、何年、何十年、あれ、その何十年のことないんか、見てらっしゃい、天理ラーメンあるやんか、西華ラーメンな、あれは野菜たっぷりやったな、うん、あれはうまい、うん、特盛りとかで昔よく食うたけど腹パンパンだったけど。うん、うまい、ないがな、もうビルビル、あー、おかわりいっとこう、ということで3本目持ってきました、入れて、ちょっと開けて、うん、入れておきましょう、入れておきましょう、チャラッと、よっしゃー、ええ感じだな、冷たいビールにこれは合うわ、うん、今日の鍋はまたな、一風、いつもとちゃうけど、これはこれでうまいな、うん、あの、だしを楽しめるっていうの、うん、ええ感じやな、うまい、これ絶対鍋にはええ肉買うとあかんわ、ええ肉、ええ肉っていうか、何の脂、赤身の多い肉買うとあかんわ、このね、脂身の肉がうまい、うん、なあ、適度にこの柔らかいというか、この脂肪が乗ってる、バカでかい椎茸入れとこう、うん、これ感じやな、で、もうちょっと最後の肉だけ入れとくか、肉な、もう肉ないし、もう最後肉入れよう、しゃ、あんだけの肉やっぱりな、すぐ食えるよね、結局私はやっぱり肉なんのか、お前はやっぱり肉かとか言われたな、ちょっと待って、もう野菜買って残りもうないから、残り入れとこう、この方も突っ込んでこう、ちょっと硬いとこが結構多そうやから、こっち埋めといた方がええ、ちょっと逆にひっくり返した方がええか、こう上にこっち持ってくる、上にこう持ってきた方がええかい、ちょっとこれで大丈夫いきます、ちょっとこれで太さそうがええか、ちょっと蓋しておく、もうね、蓋しても多いけどな、うん、その間に私このバカでかい椎茸いただく。熱っ、このでかい椎茸安かった、今日ね、これ5個で198円だったから安いでしょ、安かったやん、うん、ほら今日の食材は皆様いつも使ってる、ま、スーパーマヨネーズでございます、うんうん、あれもう沸騰しいねん、うまい、あーもう開けとこうか、もうプチプチ開けとこうか、よっしゃ、よっしゃ、ほらええ感じでな、つけといたらええ感じ、よっしゃ、これはええ発見やな、今日のは、ちょっとこの野菜も下の方入れとこう、硬い野菜はな、下の方埋めとかんとな、うん、
よし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 。あ、ネギ入れてないやん。あ、ね、ちょっと待って、こっちにもネギ入れてない。ネギ、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 ネギ。で、そっちにはネギ早いけど、もうええか、いっとくか。いっとけ、いっとけ。いっとけ、いっとけ、ネギ。ほら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 。ネギな。爆盛りのネギですからね。今日まだこれ、あの、バカッとこう、いっぱい買うてもいいの。売ってますでしょ、あの、スーパー行ったらね。いつもあの、バカでかいやつ買うてますんで。ということで、いっときましょう。いっときましょう。いっときましょう。しいたけくん、いただく。うん、うまい。あ、うまいな。もうええ、もう混ぜる。いや、ちょっと待てよ、もうええ感じ。適度に、まあ硬い野菜のところはなあるか知らんけれども、その他は肉とか麺入れた、麺入れた、え、麺入れたよな。いや、もうないんか麺。え、麺入れたよね、確か入ってると思うね。よっしゃ、これでいいか。ちょっとなら、ちょっと待って、さっきこっちいただこう。さっきこっちや、こっちや。よし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 。うん、おだし、うん、ラーメンっていう感じするわ。やばい、ラーメンのだしのちゃうな。うん、うまい、うまい。んで、よっしゃ、ちょっとこれ上火いただきますね。上火いただきますねって、この上の方、柔らかいところね。よっしゃ、ええ感じやな。よっしゃ、もう野菜とかできてるやん。あ、できてる、あ、できてるな。ちょっとこの辺硬いか、まだ白菜ね。え、あれ、麺も全くなかった。 あるやん麺。よっしゃ、麺、よっしゃ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 、ええ感じやな。よっしゃ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 、ちょっと緩める？しゃ、うわぁ、こういう鍋もええでしょ。ラーメン鍋、ラーメン鍋でか。今日はあの濃厚な豚骨、豚骨の旨味って書いてあるから、うん、豚骨鍋。もうちょっとでもあれやね、あの豚骨風味はするんやけど、ドロッとした豚骨のタレとかないんかな。一回あのラーメンの天一さんとかでも一回やってみよう。それとか何回かテレビで見たことあんねんけど、あのほんまにとろっとどころかドローっとしたあのラーメン屋さんのあのタレあるやん、タレっていうかだし、確かに奈良かどっかなって一回行ってみたなと思って、あの池津島やねんね。ああいうのんで鍋とかやったかでええやろな。その代わりしつこいやろな、量食われへんやろな。まあそれはそれでおもろい。うん、でもね、食事ってさ、何だろう、このワンパターン化するっていうよりも、あのちょっとしたあのまずくなろうが、まあ結果はどうなるか別としてさ、変わったことやってみたいなっていうのもあるやん。うん、そのまあ変わったことばっかりやってるのか私も分からへんけどね。あれとこれを混ぜてみたとか。まあそれ許せ。ビール、うまいな、ほんまにうまいか、うん、たまらん、これはうまい。うん、うん、これはうまい。いや、何回も焼肉ね、しとった言うか言う、あの言うけど、ほんまに野菜ってね、焼肉ではそうそう食べへんけど、この鍋やったら野菜ってほんま食うというか食えるから、これはほんまええよな。うん、もうだんだんあれへんのできたよ。うまいなって、だし入れるか、だしおだしあれへん、おだしおだしちゃらっと入れて。やっぱりだんだん野菜が入れてるから、野菜のなんか水分で若干薄まってきてるんだよな。そうで、まあいっときましょう。熱いって、うん、汗かきながらの鍋最高やな。ええ感じ。横でグツグツ言うてるもん。
白菜がやらかなっとるやん。うん、うまいな。うまいうまい。うん。あ、よう言われてん。あの、味はうまいの食うてんのに眉間にしわ寄せたかん言われてんけど、ごめん。しわ寄ってまらんな。ほんまに、おっさんがな。うん。うまいうまい。たまらんな。肉いっとこう、肉。お肉、肉ねえや、私好きやから。うん、これはいけるよ。あのこれ多分せやな、あの一袋だけこうできたら、あのまだ一袋しか使ってないんだけど、結構あるからね。でこうできて、で野菜あの一袋たっぷりのこうできて、ほんでそこに麺を売ってるやんか、麺こうできて、でお鍋であのグツグツやったら、一人暮らしの学生さんとか、なんで学生さんやねん、別に学生にこだわってないけどな、一人暮らしの方でも手軽に鍋できると思うわ。うん、これええで。もうね、自分で鍋、自分の鍋やったらさ、わざわざそんなこんな鍋出す必要ないからさ、あのなんかキッチンでグツグツ煮込んで出来上がったなほんと持っていったらええんか。だから麺と野菜と、うん、明日やってみやってみて、お前が言うなボケすみません。あーうまいな、あのおかわりとか、おかわりおかわりもな、ないか知らんけど、やっぱり大切な肉は残したからな。しゃはいよー、はいね、肉たっぷり入ってはるし、で野菜も、野菜もありますな。ええ感じで、ええ感じ、ええ感じ、ええ感じで、よっしゃ。で、もうないあるやん、まあ、まあまあこんなもんか。よっしゃ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 、ちょっとどこか、よっしゃ。熱い、どうでもいいけど熱い、あっちい、熱い、うん、うまい。これ最初から入っとった白菜から、もうトローンってなって、めっちゃやらかい。うん、たまらんな。うん、うまい。うん、しゃぶしゃぶとかはええけど、僕にしてみたら珍しない、このお出汁だけでいってるって。大体こいつごまだれかなんか持ってきようのいいとか、今日持ってけへんやつ、そう持ってこようと思えへん。うまい、この純粋に出汁の方に香り、味わえるラーメンのだし、ええかないって。うん、あばあっちあっち、うん、うまい。では行っときましょう、行っときましょう、行ってみましょう。熱い熱い熱い、たまらんな、めっちゃうま、熱い、うん、あうん、もうあれへん、あげとこ。よっしゃ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 、もう最後やな。熱いからな、これ持たれへんねん、熱いって熱いって。よっしゃ、うわ柔らかなってる。人参もあるかなこれ、ちょっと待ってや、人参人参人参や、人参に麺もあるかな。うわー、ちょ落ちた落ちた落ちた、ちょ待って持ってない持ってない。うわー、肉ももう最後やなこれ。うわー、ほら野菜も終わってしまったし、あらら終わり。よし、ちょっと待って、いっときましょう、いっときましょう。あ、ばでも汗たっぷり残ったお出汁、これちょっと後でいただこうか。うん、ちょ大根、あれ大根じゃん、人参。うん、あーうまい、熱いねんなこれ、いつも思うけど。あっちあっち、熱いから熱いから、もううん、
で、肉やな。うん、これでも今までの鍋やったやんか、あっち鍋やった中でこのお出汁持ってくるのは、お出汁持ってくるとお出汁使ってるのは何回かでも今まであったけど、でもどうも今まではちょっと、感じ的に薄かって、でもこれラーメンの出汁、まあ一風堂さんは僕食べたことないけど、一蘭さんは食べたことあるけどねでもうん、飲んだかって味がやっぱり他と今までと違うと濃いな。うん、うまい。うんうん、でちょっとスープちょっとこっち入れて、おっしゃ、ちょっとなスープ、あ、肉入っとった、肉入っとった、よっしゃよっしゃ、熱い熱い熱いって、もう肉入ってました、肉いっとこ、うん、味が、で、スープいただきます。やっぱお鍋の出汁って言うたらやっぱ違和感あるな。ラーメンの出汁っていう方が、まあ、若干さ、言うたように野菜の水分で薄まってるけど、ラーメンの出汁の方が合うわ。うん、濃厚、まあ何よ、歌い文句には濃厚な豚骨って書いとったけども、まあ僕が思う濃厚はドロロのことも濃厚って思ってるからね。まあ僕的にはそこまでの濃厚じゃなかったけども、この、うん、豚骨風味うまい。うんうん、またこの豚骨鍋うまいで、豚骨鍋やってみ、ベイベイ。あー、まかった。要はね、初のその何ていうの、ラーメン屋さんの、まあラーメン屋さんっていうか、正式にラーメン屋さんが出してる出汁じゃないから何とも言われへんねんけれども、まあとりあえずその何、今日はこの一風堂さん、これ大将さんが出してる一風堂さんのこの出汁、何ていうの、タレっていうか出汁やね、を使ってやってみたけど、今までの鍋よりはその味がしっかり濃くついて満足。だから今までの鍋でちょっとその薄かったかな、薄味かなとかいう人でもうちょっとパンチがある出汁が欲しいんやけどな、やったらぜひともこれ使ってみ、これ満足するわ。今日だって私はこれで大満足やもん。ようで本日の豚骨鍋うまかった。ようでごちそうさまでした。本日も長々のご視聴ありがとうございました。ようでおやすみ、さよなら、バイバーイ。